のショートゲームとか短いアプローチでの距離の合わせ方、そしては、落としたい場所、強さのイメージですけど、まずはイメージをよく作るために手でこう投げてみたり、落としたい場所に向かって手で投げてみたり、実際練習では落としたいところを見ながら作る、落としたいところを見ながら作る、練習では実際落としたいところを見ながら振ってもいい。練習をしながらショートゲームではイメージを作ることがまずは大事。打つ前にしっかりとイメージを作って、どこに落としたいのか、そこをしっかりと見ながら素振りをして打っていく。というのが大事です。打つ前のイメージ作りをしっかりとしながら、バッティングでも同じようにターゲットを見ながら素振りをします。イメージ作りには練習でターゲットを見ながらカッターでも打ちましょう。